新規外伝で判明した衝撃的な新情報7選。ナルトのアニメ20周年を記念し、2022年12月17日から2023年1月31日まで実施された世界人気投票、見事1位に輝いた波風湊を題材に岸本先生が新規書き下ろしを描きました。ジャンプ本誌でナルト新作が読めるなんて、まあそれはそれは感動のあまり涙が出そうになったわけですが、その内容自体も最高すぎました。ストーリー自体が最高の2文字でしか表せないほどの完成度でしたが、新情報とか設定も盛りだくさんでしたね。今回の動画では完全版と銘打ち、新規読み切りで明かされた新情報を網羅的にまとめていきます。というのも、新作発表からすでに4ヶ月ほどが経ち、ネット上には多くの情報が出回っています。そこでこの動画では、私が自分で気がついたポイントはもちろんですが、ネット上に出回っている情報なども網羅的にまとめていきます。これ一本見れば外伝で判明した新情報すべて押さえられるので、ぜひ最後までご覧ください。なお、ナルト新規読み切りのネタバレを含みますのでご注意ください。これはね、今回の外伝を代表する目玉情報でしたね。今までラセンガンについては、ミナトが開発したという断片的な情報しか明かされておらず、その名付け親もミナトだと考えられていました。しかしミナトといえば、逆の意味でのネーミングセンスお化け。螺旋閃光超輪武功三式や、100トン降臨疾風漆黒のやつエロ式など、中二病感丸出しのネーミングばかり。個人的にはこのネーミングが出てくる時点で、ネーミングセンスの塊ではないかと思うわけですが、とはいえあのミナトが螺旋岩というシンプルかつ的確な技名を付けられるのか、と疑問に思われていたわけですね。そこで今回の外伝にて、螺旋岩の名付け親がクシナと判明しました。53巻500話にて、クシナは渦巻ミトから器に愛を入れるよう伝えられましたが、今回の外伝ではそこが深掘りされ、ミトの器を埋める存在が柱まであったことが明かされました。そしてそのエピソードにも登場した螺旋階段にちなんで、螺旋岩と名付けられました。このエピソードのおかげで、大体の実は開発者か、もしくは別の第三者が由来を考えて命名しているっていう解釈ができますよね。別作品にはなりますが、ブリーチの残白刀のように、剣にはもともと名前があって、訓練を積むことでその名がわかるようになる、みたいな設定もありますけど、ナルトの世界はそうではないと。術にもともと名前があるわけではなく、誰かが名付け親なわけですね。そう考えると、例えば千代バーの白髭実機近松の衆とか、ペインの神羅転生とかの名付け親、めちゃくちゃセンスありませんか？なお、ミナトも螺旋岩に名前を付けていたわけですが、降臨霊下白鬼紬地雷や葬式の岩と、ダッサ長い名前を付けてくれており、相変わらずのセンスで安心しました。今回の外伝を一言で言えば、螺旋岩開発費は、命名者に続いてミナトが螺旋岩に込めた思いが明かされました。それはズバリ、九尾の神中力である大切な存在、クシナを守るため。今回の外伝の時系列は、おそらく第三次忍海大戦の最中。戦時中のため、人中力であるクシナがいつ戦場に駆り出されてもおかしくない状況です。人中力同士の戦闘も想定されるため、クシナが美獣玉に対抗できる術を授けたかったと。いやー、こんなに感動的なエピソードが螺旋岩に込められていたなんてね。もともとミナトが美獣玉を参考に螺旋岩を開発したことは分かってましたが、まさかクシナのためだったとは。ミナトがクシナのために開発し、クシナが命名した螺旋岩が、その息子のナルトや孫のボルトに受け継がれているのは、目頭が熱くなりますね。ちなみにミナトはクシナの強いところが好きってのも、何気に激アツな新情報ですね。今回の外伝では、螺旋岩の開発をジライアと行っているシーンも描かれましたが、熱すぎるシーンがいくつも描かれました。まずはつむじの回転の向きの話。ナルトとの螺旋岩第一段階の修行中、ジライアはチャクラを回転させる向きをつむじの方向に合わせるというコツを教えてくれましたが、今回ミナトにも伝えていました。なんとミナトは天才に多いとされるつむじ2つ持ち、だからミナトは天才なんだと結論付けるにはあまりにスピリチュアルですが、ミナトファンにはたまらない情報が落ちてきたんじゃないでしょうか。このコツは当時まだまだ眉唾とされていた様子でしたが、事実その名シーンが螺旋岩完成の着想へとつながったんですから、まさに白鬼つむじジライアというわけですね。また本編ではジライアのつむじの向きは明かされていませんでしたが、今回ナルトと同じ右向きと明かされましたね。地味にジーンとくる新情報でした。そしてもう一つ、アイスパキット。螺旋岩第二段階の修行中、たった一人での修行に寂しさを感じ始めたナルトにジャストタイミングでアイスをパキッと割って渡してくれましたよね。その後ジライアが殉職した際の名シーンをも生み出したパキッとアイスですが、実はミナトとの修行中にもやっていたことが分かりました。本編でナルトに渡した時のジライアもミナトとの修行のことを思い出していたと考えると、なんだか感激しますね。14巻122話のヒルゼンの回想で、ジライアが担当上人を担当したであろう班のメンバーが描かれました。ミナト以外の2人は素性やキャラクター性が全く分かりませんでしたが、今回その2人の姿が描かれました。さらにそのうちの1キャラがデカイという名で呼ばれており、雲隠れ出身っぽい雰囲気を漂わせていましたね。雲隠れからの移民なのか、それともハーフなのかはクリアにされていませんが、情報のピースが1つ落ちたのは間違いありません。もう1人のメンバーについては名前は分かりませんでしたが、ネット上では内海貴族に似ていると囁かれています。
確かに髪型や顔立ちもサスケっぽいので内派一族の可能性もありますね。ジライアなら内派一族だからといって邪険に扱うこともないでしょうし、わけ隔てなく接してくれそうだからこそヒルゼンはジライアを担当させたのかもしれませんね。なおデカイと内派一族っぽい忍び、どちらも原作の時間軸では登場していないことからすでに亡くなっている可能性が高いと考えられます。悲しいかな。今回の外伝では、ミナトやクシナの若かりし頃の設定みたいなものがいくつか散りばめられましたね。まずは、キュービの力を抑える結界があったこと。そして、暗部二人がクシナを監視していたこと。原作の時間軸では、ナルトを縛るための結界や、見張り役の暗部の存在もありませんでした。もちろん、明かされていないだけで、裏では存在していたのかもしれませんが、ここではナルトにはそれらの設定がなかったと仮定しましょう。ではなぜ結界が作られていなかったのか。事実、クシナが結界の外に出るとキュービの力が暴走し微重化してしまいました。これを見る限り、その結界にもキュービをコントロールする力があると読み取れますよね。しかしナルトは里の外に出てもキュービ化することもありませんでした。なぜクシナは結界が必要でナルトには不要だったのか。その理由は、ミナトが封印術自体の強度を上げたからではないでしょうか。クシナにキュービを封印した方法は不明ですが、ナルトにはミナトが八卦封印で封印しました。事実、ナルトのお腹には封印の力を強めると言われる渦巻き状の封印式が組み込まれています。要するに、クシナに施された封印式だけではまだまだ不十分で、結界と併用することで封印の役目を果たしていたと。しかしその後、ミナトがアレンジを加え、封印式単体でキュービを抑えられる封印術を完成させたのではないかと。もちろん明言はされていませんし、推測にはなりますが、だとしたらミナトってやっぱり天才ですね。里のみんなからビビるぐらい慕われてましたし、やっぱりミナトって本当男前すぎません？外伝の冒頭にて、ハンとローシが美獣玉を使用していたシーンがありましたが、これ地味に考察違いのある情報ですよね。そもそも美獣チャクラを扱うには、美獣をコントロールしなければなりません。また本編では、美獣チャクラの修行の過程で、憎しみを克服する必要がありました。ナルトは雲隠れに伝わる真実の滝を活用し、憎しみを克服しましたが、岩隠れにもそのノウハウがある可能性が浮上しましたね。ただ、本編ではローシと孫悟空は仲が悪そうな雰囲気だったので、果たして美獣チャクラを渡すのかという疑問も浮かびます。クラマがひねくれていて美獣チャクラを渡さなかっただけで、他の美獣なら使用自体はできるという可能性もあります。とはいえ、最も番号の若い一尾でも暴走してしまっていましたので、同志もある程度の実力者であることがわかります。キサメはそれを倒したんですから、相対的にキサメの評価も上がりました。余談ですが、ミナトが美獣玉を見たとき、あれが美獣の力、あんなものが彼女の中にも、と発言しているので、美獣との初戦闘だと思われます。今回の外伝では新情報が盛りだくさんで、まだまだ紹介しきれない情報や描写が数多くあります。一つ一つ掘り下げては時間がいくらあっても足りないので、ここでは残る新情報を箇条書きにして確認しましょう。クラマはミナトを初代柱間以来の忍びと評価していた。ラストページの構図がミナトが火影になることを暗示している。ミナトも腹を貫かれる致命傷を負っていた。カカシアガイ、オビト、クレナイ、アサマたちがちらっと登場する。それらのキャラは結界を境に生死が分かれている。渦巻き一族は封印術を利用し利用されてきた。クシナはミトよりも髪が赤く、それが生命力の証か。螺旋階段の建物は1話にも初代の顔岩の下あたりに描かれている。ジライアは本編で螺旋岩を3年かけて開発したと発言しているので、美獣玉を見た、螺旋岩完成まで3年経っている可能性がある。とまあこんな感じでしょうかね。改めて今回の外伝は本当に最高で、ジャンプ本誌でナルトを読める素晴らしさ、ありがたさを実感しましたね。岸本先生、頻繁にとは言いません。半年に1回、いや、年に1回でもいいので、無理のないペースで読み切り書いていただけると大変ありがたい限りです。一応今回の動画で外伝の新情報は全て扱ったつもりですが、抜け漏れありましたらコメントでの補足お願いします。また皆様が考察した内容もコメントからお聞かせいただき、ぜひ語り合いましょう。というわけで最後までご視聴いただき、四季風神。次回は波風湊完全解説動画をアップロード予定なので、見逃さないようチャンネル登録お待ちしております。